んにちは、タスです。今回は長野県小諸市の廃公園まで行った後、佐久市の方まで走ってみたいと思います。それではしばらくお付き合いください。紅葉が始まっているんだろうけど、なったね。長野県引いてきた。ユードらしい。さあ、では海越に行って、まだ中途半端そうな紅葉を見に行きましょう。中途半端ってのもなんだな。昨日の段階で4割ぐらいが紅葉してますっていうことだったんで、1日じゃ変わんないだろう。駐車料金を払いましょうって、その先では、海越へ見てまいります。
最高円でした。次は千曲ビューラインを少しだけ走って、佐久南の方の道の駅まで行ってみます。どうもいきなり道を間違えました。おもろいね、こんなのがある。また気持ちがいい登り坂です。道間違えたら切れない。押しボタン式でした。これが千曲ビューラインなのかな。今日はあっちに見える橋を渡りたいだけのためにこの道走っております。あ、ハッピードリンクショップだ。小諸大橋、もういいね。看板あったね、ここに千曲ビューライン。終点まで行くと上田市まで行っちゃうんで、今日はそこまでは行かないで途中で左に曲がって佐久市の方に行きます。あー、電熱グローブのスイッチ切ってきちゃったけど日陰寒いわ。一応ハンドルにつけた温度計は 13.4 度だけど、これラジエーターの熱が来てるかもしれないんで、もうちょっと実際は寒いかもしれないです。そして寒いといえばお腹の中が空っぽなので寒いですね。どこかご飯を食べるところはありませんか？ないよな。そんなところに。まあ道の駅でなんか食えるだろう。海公園で食べようとしたら本日終了書いてあって、蕎麦屋さんが、で駐車場の前にある蕎麦屋さんはずっと列ができてて入れそうにないんで、とりあえずもう2時ですが食べずに走っております。先月もそんなことしてたような気がするけど、まあ一人で走ってんだし、だが、あ、リンゴ畑、そう
そうそう、今日はリンゴを買って帰るのが、もう開口園を見るのと、この千曲ビューラインを走るのも、他に目的としてあるんですが、どこで買おう。この辺でいいや。サムネ撮ります。はい、サムネ撮影終了。エンジン切っちゃうと本当に静かだね、ここは。遠西。はい、千曲ビューラインはここまでで。今度は佐久市の方に行きます。何の案内板もないんだな。坂道の横にも段々な田んぼを作るんだね。すぐ行くと諏訪なんだ。時間があって中央道が工事してなければ諏訪の方にまで行ってみてもよかったんだけどね。はい、道の駅なんだっけ、ヘルシーなんとか佐久南。道の駅ヘルシーテラス佐久南到着でございます。はい、それでは東京へ帰ります。目の前の佐久南インターチェンジから。もう360度景色がいいとこだよな、この辺。浅間山
10.7 まで落ちてきた。藤岡ジャンクションまで50キロ2リッター、あ、いけるな、横川って止まらないでいいや。外まであと1キロ、燃料持ったじゃあ神里で給油していきます。302.7 キロ、リッター 27.2 キロ。では休憩と給油をしましょう。はい、上里で給油 11.3 リッター入った。まあ満タンなんで、これであとは東京まで走ります。三番出口におすすめで書いてるよ。雑な案内に変わるんだよね。はい、五反田出口。感じで今回は長野県の小諸市にある海湖園まで行った後、佐久市の方まで千曲ビューラインを通ったりしてツーリングしてみました。海湖園はまあもうちょっと紅葉してると良かったんですけどね、それでも結構楽しめました。千曲ビューラインはちょっと短い距離だけしか走らなかったけど楽しかったです。機械の渋滞が激しかったので、今回も予定をちょっと削って短い距離しか一般道を走らなかったので、また今度次はあったかい頃に行ってみたいと思います。こんな感じで今回の動画は終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。